一年一度的凯达格兰论坛八号在台北举行，聚焦2023印太安全对话。总统蔡英文特别到场致辞，同时强调增强国防能力不代表寻求军事对抗。This also demonstrates that Taiwan does not take our security partners backing for granted. While we don't seek military confrontation and hope for a peaceful, stable, and beneficial coexistence with our neighbors.日本前首相、自民党副总裁麻生太郎也到场演讲，表示确保区域和平稳定对日本是攸关生死存亡的课题。台湾、日本、美国必须觉醒，发挥强大的合作能力。台湾海峡の安定のためにそれを使うという意思、明確な意思を相手に伝えて、それが抑止力になるということだということであります。台湾と密接な人間関係にある日本が、そしてして中国を含めた国際社会に向けて発信し続けることは極めて重要です。日本のこの毅然とした態度は岸田政権のことそれ以後も変わらないということは申し上げておきたいと思います。麻生太郎重申日本支持台湾申请加入 CPTPP 的立场。他强调 CPTPP 是高标准的经济架构，台湾过去制造业享有亚洲四小龙美誉，现在半导体产业受到世界瞩目，重要性不言可喻。新唐人亚太电视黄亮简、郑永如，台湾台北报道。